完全なんかこれじゃハイキングだもんね。もうそれも無理だっていう。下りね、ペアは、ああそうかもしれないですね。誰も。もう細かいよな。マトリックス本当コントロールしないとな、スピード出ちゃうもんね。はい、どうぞ。できないマッキーの後ガンバー、余裕すぎて面白くないみたいな。いや楽しいですよ。いや、気持ちがいいんですよ。マッキーなんて雪だって滑らないよ。いや、その楽しみ方の幅ですよ。気持ちがなんか、なえる。なえるね。いや、雨は無理だね。一緒ですよ。あ、水着だ。泳いでると一緒ですから。そういうこと。
海パンでチャレンジしてます、だからそれはもう変態なんだよ。そういうのは変態ですか。マッキーの同類なんだよ。いや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 、私は人並みですから。いや、雨の方がいいよとか言い出すとね。いや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 、いや決して雨の方がいいわけはないんだから。ではないです、いいわけじゃないですけど。雨だから何って。一緒にだよ、うん、やっぱりだから幼い頃からやってきたところが雨の中でもやるじゃないですか。そうなんですね。雷以外やってましたから ね、要はそういうスポーツやってきてるとやっぱ、ああそうか、やっぱり高校球児だったわけだから、雨なんて関係ねえぞと。関係ないですね。屋外でやるスポーツみんなそうですよね。そうですよ、雨の中って水たまりやったら飛び込んでヘッドスライディングするんだ。アホですよ、ね、親に申し訳ねえやつ。見てて、すごい。でも、それは時だからできるんじゃないの、本当は。そうですね。ねえ、大人になったらできないですよね。俺なんか手芸部だから。それだから名前だけって言われてしまう。何も出ない。屋外してなんか入んなきゃいけないからっていうことですよね、タダさんにね。だってあれじゃないですか、剣道部はなんか先生立ち見たいから剣道部って話じゃないですか。先生を叩けるのは剣道部じゃない。方法的にね。そうか、すごい理由です。こういう考え方もあったんだ。さすがです。ここでお食事じゃなくてどっか、あ、お家に入ってポケット入ってんの、おにぎり。さすが、準備万端。すごいコマだね今日は。空いてます。モッキー全然見かけないね。
そこで神楽終了でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。神楽ラウンド終了なのでこれからは次があるのかなっていう一気の山に頑張っていきましょう。はい、頑張りました。上がりましょう。ね、最後ね、はい、でもまだ太陽があんな上ですもんね、うん。